に向けて、いいよ。新しく買ったん。そうそう。おのおの自分の好きなものに座ってるんですね。そう、僕椅子はスケボーだと思って生きてます。椅子はスケボーだと思って生きてます。椅子はスケボー。椅子はスケボー。キャンプに家の隣やけ、家の椅子持ってこいし。デビットってやつが、デビットカード、ポロッと拾ってきた割には、ね、クオリティ高くない？ポロッと拾ってきた割には。これ田舎クオリティですよ。これがゆるキャンで、だから俺はこんにちは。でもね、これに火つけてみたことないのよ実際に。俺やってみよう。若干濡れてるかも。あー、なるほどね。こっちの方がいいかもね。ほら、こういうので、あ、皮とか薄いのを周りにペペってやって。あ、ついた。分かりづらい、分かりづらいけど、これ皮じゃなくてちゃんと、あの、あれについたよ、ゆるキャンについたよ。ゆるキャンについた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 よ。あ、これさ、松ぼっくりいただいていいですか。もちろん、俺が一生懸命命かけて集めてきて。ですよね。そこにおるゴルフの練習してるおじいちゃんとめっちゃ仲良くなって帰ってきたっていう。道理で少し時間かかったの。おしゃべりしてたな。いやいや、厳選して拾ってた。おしゃべりもしてたけど。沸騰するまでこうして。やば、その置き方。もっと斧買ってないんですか。それじゃねえ。俺斧買ってない。モーラモーラ。出た。スタッフはナイフの持ち。もう最近メンヘラメイクみたいな感じ。メンヘラメイク大好きなの。メンヘラメイク。真面目な高校生がダメな大人と高校生みたいな。あ、りょうくん、ここは彼岸やぞ。こっちに来たらもう地獄やぞ。俺がこうなってたね。川の向こうで俺こうしてるから焚き火しながら。人間になっちゃダメやぞ、おいで。アウトドア部とかあったら面白そうなんだよな。ゼロ次元ネットさんはそんな勉強しないと。私がクリスマスに研いだこのクリムゾンルードルフ。いる？スタン。これやっぱ。せめて。せめてナイフはいらないから。ナイフはいらんから。やかやかんだケトルを。あ、マッシュルームスープ、エビのビスクの時に。あ、はいはい。俺もなんかそれ系持ってこようかな。あ、すげえいい。暑い、脱ごう、もう暑い。サッカーが超強い。もうすごい。佐藤さんとかの炎の中の動き方、こういう絵、こういう題材があるじゃないですか。うん、あるある。あれになって、ま、あ、本当だ。今でいるから激しいな、あの日。すげえ。スモーク、俺が準備しようか。俺もフライパン持ってきて焼き出そうかな。スモーク、スモーク、みんなでスモークチキン食べようぜ。やった、やろうぜ。ラッキーフードで買いました。牛ミックスホルモン 500g そしてラッキーフードのタレ。美味しいっすよね。これ絶対美味しいよね。美味しいっすよ。うわー、やった。だいたいタレもラッキーフードのやつがあるから。こちらの低温で調理しております。スパイスに、役付けしてあります。豆豉チキンです。豆豉チキン、ホルモン焼くぜ。はい、すごい。それ下もおかじ、上もおかじ、なんだ。ペトロマックスはドイツの企業でいい CM じゃあレモンとか平気。やっぱ煮込む感じになるね。油で水いっぱい出てくる。俺も中華鍋持ってた方だから。煙いね。煙ですよ。そっち側は煙いね。多分白くて見てないけどバリうめ。え、マジで？え、バリバリうめ。いいっすね。やわやわだったら僕あんまり。え、何を何したの？熱いやつ。うん。熱いっす。熱い。ハンバーガーのホットサンドらしい。
ここでやるのは初めてです。うまね。燃えてる燃えてる。そうそうそう、お前さ、はい、こんなん作って、お前最初なっつって。他ボードある。いやもうよろしくお願いしますね。味が違うみたいなね。トルさん食べますよ、チーズバー、うん、お、食べる食べるありがとう。でもかんでも食べるんやな、お前は。うん、一応言い訳させてもらった雨の次の日。雨の中でもつけますよ。同じ。後半の準備はね、あっという間にするのに。そうね。やっぱ歴が違う。15年してるから、後半。パストラミって何？当時。パストラミは、パストラミだよ。もう食べれるのかな？わからんけど、見えんし。聞いてないかな。おいしい、めちゃくちゃおいしい、これいけるよ、いけるよ、そうです、これめちゃくちゃおいしい、食べていいよ。お、山芋が今入りました。山芋が入っておりますね。素晴らしい。手湯が、手湯がかかったね。結局さ、最終話ですげえ金でできたヘリコプターで助けに来てくれた。そっか、俺死ぬか。なんか取り出した臓器みたいな。スモークができました。キャンプ行きたいな、早く冬にならんかな。キャンプいろんなとこでするよ。この辺だとかでやってたんだけど。キウイ、ストロベリー、ペジク。なんやねん。あとなんかいっぱい桃とかじゃん。体と心が汚れてるとしょうがないね。お、来た。あ、ダメだ、風が来るね。炎症時刻さ。さあ、もう地獄みたいになってきました。しゃっくり。というわけで、こういう日を見る会もいいんじゃないでしょうか。皆さんも自宅の横の空き地で焚き火をしてみてください。